どうも、なんとか重工です。よろしくお願いします。本日のあ、よろしくお願いします。今回の動画なんですけど、こちらの鉄パイプを使ってとある加工をやっていきたいと思います。海外の YouTube で結構流行ってるというか、結構な回数回ってる動画がありまして、こちらの方にリンクを貼っておきます。動画で見たその加工方法を実際にこのパイプに加工しながらちょっと解説していきたいなと思います。こちらの角パイプなんですが、寸法が40角のこの角ですね、R が 5.5 となっております。 YouTube の動画で見た通りですね、このパイプをですね、こんな感じで R 曲げしたいと思います。で、ここの曲げ R が、まあ、パイプと同じ R になりますので R40 となります。ここの角が R5.5 になっておりますので、ここの角 R の 5.5 を生かしつつ曲げたいと。で、展開図がこんな感じになります。ここの R がここに来ると、で、ここに沿う分がこの長さになるという感じになります。一番外側は R40 になるんですが、 5.5 を生かす都合で R40 から 5.5 を引いた R が 34.5、 ここのカットの部分は 34.5R になります。 34.5 のこの4分の1円周上に沿うのがここの長さになるんですけど、 34.5 の直径は69で、69の外周が 69×3.14 の216.66 となります。で、これをざっと217として割る4、ここからここの距離が 54.25 となりますので、ここの距離は 54.25 になります。というのをここにマーキングして実際にカットしていきたいと思います。というわけでこんな感じでマーキングしましたので、これをね、この斜線しているところだけカットしていきたいと思います。こちらのもらい物のバンドソーのコンター機能を使ってですね、こんな感じで切っていくという感じになります。
はい、というわけでこちら、パイプ曲げ加工やってみました動画でございました。普通のパイプを2本90度に溶接で継ぐ方法に比べて手間的には 4,5 倍ぐらい増す感じですね。曲げるのが思いのほか結構大変やったっていう感じですね。ここの R を残したせいかもしれないです。なのでまあここのパイプ断面のここの角 R ができるだけ小さいものの方がやりやすいかもしれません。こちら結構手間がかかるんで頻繁に使う手法にはならないとは思うんですが、どうしてもデザイン的に丸くしたいとか、いう場合には普通に角パイプを曲げるのは結構難しいんで、このやり方はまあ比較的やりやすいかなと思います。というわけでお試しにパイプを曲げてみたという動画でございました。というわけで今回の動画は以上。ありがとうね。告知もお願いです。言っといてね。ですね、金属ジェンガを作る際にですね、青山製作所様からいただきましたコーヒーのプレゼント企画というのをやっていました。でそちらの方の抽選なんですが、もうこの動画が上がる頃には終わって連絡を入れているような状態になっております。ご当選した方は、ぜひコーヒーの方を楽しんでいただければと思います。ノートありましたね。とんこつくんが、エンドミルノートと言っていたサグラダファミリアのノートも、ぜひですね、結構後で話を聞いたところによると貴重なノートだったという嘘ですね。ぜひ大事にお使いいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。あと青山製作所様よりですねご連絡いただきましてですね、ちょっとした告知がございます。イプロスというサイトで、我々のチャンネルにご提供いただきましたコーヒーのプレゼントありましたよね。コーヒーコーヒーのプレゼント企画をやるようです。で僕たちのプレゼント企画は応募してくれれば誰でも OK みたいな感じの企画だったんですが、こちらのプレゼント企画は、アンケート有効回答者のみのプレゼント企画ということになっております。アンケート内容等々は、サイトの方に、実際見て確認していただければと思います。おそらくご紹介させていただきましたバンド層のノコバの件だと思うんですが、無条件にプレゼントするわけではないということで、あらかじめご了承いただければと思います。我々のチャンネルで行ったプレゼント企画に漏れた方もですね、もしかしたらそっちにチャンスがあるかもしれませんので、概要欄の方にありますリンクの方からちょっと内容をご確認いただければと思います。というわけで今回の動画は以上になります。参考になった、面白かったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。